こんにちは、ウィジーロックアカデミーです。この動画ではしつけ教室に来ていただいたお客様にプロのドッグトレーナーがどのようにレッスンを組み立てご案内していくかを簡単に解説していきます。前回の動画では初回レッスンのお話をさせていただきました。まずはヒアリングをしてご家族の対応やワンちゃんの様子、これらをまとめていく、その辺のお話をさせていただきました。では実際に初回レッスンの次のレッスンからどのような対応をしていくのかです。具体的に何回のレッスンでと明確には言いづらいのですが、1回目2回目前半のレッスンではまずはワンちゃんとのコミュニケーションを円滑に取れるようにしていく、ここに重点を置いてレッスンをしていくことが多いです。飼い主様はワンちゃんと楽しく遊んだり上手に関わったり意識して対応していただいている方が多いです。ただ様子を見てみると褒めているんだけどワンちゃんが喜んでいない、ワンちゃんが人の話を聞く体制になってないんだけれども指示をしてしまう、そんな様子が結構多いんですね。なのでまずはお座りや伏せ、待てやおいでなどがどうやったら上手に伝わるか、そしてワンちゃんとどうやったら上手に遊べるか、飼い主さんが褒めた時にこのワンちゃんはどのように褒めれば喜んでくれるか、そういったコミュニケーションというところに重点を置いていきます。そういった部分がクリアしてきたら、続いては実際に問題行動のシーンに基づいた対応を考えていきます。ピンポンで吠えてしまう、お散歩中引っ張ってしまう、触った時に噛みついてしまう、そういったシーンでお悩みがある場合、それらのシーンでワンちゃんにどのように行動をするのが飼い主さんにとって理想的なのか、それらを伝えて上手に成功させて褒めていくという練習が必要です。実際にはピンポンに吠えてしまうワンちゃんにいきなりピンポンを聞かせてという直接的なシーンでの練習は難しいことが多いので、ピンポンの音ではなくて録音をしたピンポンの音とか、それ以外の物音とか、そういった部分を聞かせながら上手に鳴らしていって、吠えてしまうのではなくって飼い主さんの横にいることが正しいんだよ、横にいたら褒めてもらえるんだよ、そんな風に他の行動に置き換えて褒めてみてあげる、そういった練習を進めていきます。実際に具体的に何回のレッスンをすればワンちゃんがどうなるのか、これは残念ながらやってみなければわからないのですが、1回1回のレッスンに目標地点を据え置いて飼い主様とお話をしながら進めていく、それらが重要になっていきます。